久保さん、今回あの、ヒロトんの日にしましょうか。はい、あの、最近ですね、あのー、ちょっとヒロトんが出てきまして、あのー、まあ、僕の10月1日に新商品でね、R の思考っていうのを出すんですけど、まあ、モニター販売、モニターでこう、もうすでにね、利用してる人がいて、まあ、コメントを書きまくってくれてる人がいるんですよ。で、まあ、コメントがもう、 その人がモン吉さんって人なんですけども、あの、480か、ぐらい、こう、あの、アウトプットしまくってるんですね。で、その子が、なんか、動画をね、あの、なんか、あの、公開してくれて、みな、みんな頑張ろうぜ、みたいな。で、初めて顔見たんですけど、ヒロト君みたいで <laughs>、それネタにしたんですけど、 でまあ、久保さんもね昔ヒロトんのなんか教材方みたいな話をしてたような気,気があるんですけど僕もね10年前かな結構昔にね大阪のなんか集まりでヒロト君がいてあのちょろっとは会話したことあるんですけどうんクールでしたね <laughs>、うん、でまあまあ寿司職人の話をしてますけど 僕はヒロトくんがすごいなと思うのが、もう YouTube 彼も始めて10年ぐらいもやってるんですよね、確か。で、未だに、あの、撮影場所変わらず、未だに札束ブランディングをしてるっていうね。<laughs> あれ結構すごいなと思います。要は何かっていうと、まあ、結果がね、出ることを突きつけ、積み、突き詰めてるってことですね。だ寿司職人の話がありましたけども、あの、なんか変なプライドですよね。うん、別にその、 寿司職人が握らなくてもお客さんがうまいと思って食えればそれでいいんじゃないかなっていうとこですよね。だけど、いや、寿司は手で握るものだみたいなね。なんかそういうプライドが邪魔してたんじゃないかなと。ただ今はね、だいぶ変わってきて。だからまあ二極化ですよね。うん。本当にその寿司職人でカウンター越しで握る寿司っていうのは、 多分その、寿司ローでは食えないような、本当にもう、ブチ高いっていうね。だからもう、ブチ高いか、安い寿司かっていう、この中間層がもうなくなってきたんじゃないかなと思うんですよね。うん。だからまあ、逆に、うん、でも今一番支持されてるのは寿司ローとか、そう安いね、寿司なんだけども。うん。まあ、基本的にその、 なんだ収入が高い人っていうのは一部なんで一部のパイを狙う狙うのかそれとも大きいパイを狙うのかっていうでももう大きいパイの方がまあ売り上げは大きいんで大きいですよねでもこっちはまあ数は少ないけど単価が高いんでまあ持ってるって話なんだけどもまあどっちでいくか自由なんだけどやっぱプライドっていうのはあんまいらないのかなっていう思いますねうん なんだろうな。うん。結果が出るものを突き詰めるっていうことが僕は大事かなと思いますね。結果が出てるんだったらそれを突き詰めるっていう。だからまあ、ひろとくんもね。あのー、まあ、あれで結果が出てると思うんで、まあ、ずっとやってるわけじゃないですか。<laughs> ま久保さんも構わないですよね。まあ、同じ場所でずっと、あそこの定位置でね、ずっと多分、10年後もあそこの定位置でね、まあ、家買っちゃったしね。 多分ずっとあそこの場所で撮影して風景変わらんと思いますし、それで結果が出てるわけですから、別に変える必要ないし、僕も別にその今のやり方でね、まあ結果が出てるので、別に変える必要もないし、うん、だからこれからなんか編集がっつりしてね、どの子のっていうのは多分もうほとんどなくなってくるんじゃないかなと。多分ね、今年に入って編集した動画あんのかなぐらい、それほとんど編集してないんで、ノー編集でこれからもね、 あのやりますけど、うん、だから結果にこだわる結果を出,せ出し出たものを突き詰めていくっていうのが結構大事かなっていうそこそこにその、うん、だから家庭にこだわらないっていう過程ももちろん大事ですよ家庭も大事なんだけどもその過程がじゃ結果になってんのかっていうところでいやなってないんだったら、うん、結果が出るものにフォーカスするべきかなっていうところですねうん ただこれもね、まあ、いろんな考え方があるんで、今は結果が出てないけども、そのうち結果出る場合もあるし、やってても結果出ない場合もあるし、ど、何が正解なのかわかんないんですけど、まあ正解があるとするならば常に結果を出すことを考える。何のためにやってるのかと。だって寿司の、寿司って、まあ寿司の話になると、あの、別にその、 寿司職人の自己満で寿司を握るわけじゃなくて、結局提供したお客さんが美味しいっつって喜んでくれるかどうかが多分全てだと思うんですよ。もちろんなんか寿司職人コンテストで寿司職人でなんか綺麗に握ってそのコンテストがあって大会とかがあってそれで優勝すると賞金がもらえますっていうことだったら、いかに寿司を綺麗にデザインしていくのかとか、綺、え、麗、ー、に握るのかっていうところで 飯を食っていく。お客さんに提供するんじゃなくて、それを見せるものとしてやっていくんだったら別ですけども、まあ基本的に何のために寿司を握ってんのかってうと、お客さん、目の前のお客さんに寿司を提供します。美味しいって食ってもらう。多分それが本質的だと思うんですね。ただ、例外として寿司を見せるもの、コンテストでその賞金稼ぐとか、そういうもしジャンルがあるんだったら、また別の枠かもしれないですけど。だそう考えると、 じゃあ、お寿司の本質って何なんだろうって話ですよね。うん。お客さんに美味しいものを提供する。喜んでもらう。多分、これが本質だじゃないかなと思うんですよね。で、そこの本質から、寿司職人のその頑固な考え方っていうのは、もしかしたらずれてるかもしれないですよね。うん。まあ、時代に合わないかもしれないですね。うん、あまあまあ、柔軟に考えていくってことですね。 Gracias.